イメージとしてはもう本当に皆さんが今まで見てきたエビのあの逃げるアクション、簡単に言うと本当トゥイッチチョン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 、本当これだけ、すごい簡単。よっしゃ、おお、今見えた。これで、すごいバイト見えてた。また手乗ります。フッキングいいな、やっぱだいたいフッキングしてる、硬いところにしっかり。エビソンを作った目的、なんでできたか、本当に作ったきっかけとしてはもうとにかく霞ヶ浦で僕が勝つためってことで、霞ヶ浦ってなると、だいたいうちとか巻きとか、やっぱその種その種で上手い人っているんですよ。うちがすごい上手い人、巻きがすごい上手い人って、僕がそれを真似してやったところでやっぱその人たちには及ばないし、その人たち以上には釣れないということで、僕は、霞ヶ浦の自分の釣りが欲しいってことで、作り始めたのがこのエビソンです。それが、このエビソン開発のきっかけです。まあ多分見たらこれどうやって使うのみたいな、どんなルアーですかみたいな、そんな感じで、もうシルエットだけで見たことがない、そんなルアーになってます。で、その中でも特徴っていうと、やっぱりこの尻尾、この尻尾、実は中が軽い空洞になってまして、そこにネイルシンカーを差し込むと。で、素材がエラストマーなんで最初は何も入れない状態だと浮くんですけど、尻尾にネイルを入れることによって、サスペンドにさせたり、超スローシンキングにさせたり、ファーストシンキングにさせたりと、サーフェイスから、中層、ボトム、それを全て網羅できるルアーになってます。エビソンの基本のセッティングなんですけど、まずフックはオフセットを使います。で、オフセットはサイズは TNS オフセットで10か1番、僕は1番、あ、10を主に使います。で、10を用意してあげて、こういったスイベル、オフセットとかこういう針につけれるスイベルを用意してもらって、これを装着すると、針を、まずこういった形にしてあげて、で、まあここからはもう針刺すんですけど、ちょうど尻尾の付け根の部分にここから刺すよって見ればわかる部分があるので、そこから最初に人差ししてやる。こういう感じで、こっからなんですけど、このままセット、普通にオフセットセッティングしてもらってもいいんですけど、僕はというか推奨です。ワームキーパーの S サイズをここで通してやることによって、よりズレがなくストレスフリーで釣りができると。この根元、ここがだいたいズレてくるんで、この根元に、ワームキーパーを持ってくる。で、頭から刺してあげて、いつものオフセットのセッティングのようにしてあげて、とりあえずこれでフックセットは完了。このスイベルも、なくても使えるっちゃ使えるんですけど、あった方が快適に、かつ、エビソンの動きが一番いい、一番出るセッティングになります。で、こっからネイルを差し込んであげる。で、ネイルは尻尾のフックが下、シケイブが下にある状態で、尻尾の上側に穴が開いてます。その穴から、まあ、これは 0.3g なんですけど、 0.3g のネイルシンカーを入れてあげると、細長い空洞みたいになってるんで、中が今入ってる状態になってます。これがエビソンの一番標準のフックセッティングになります。くった、あー、いや全然見えなかった、早すぎて。かわいい、かわいい、これ作れたのか。
あの速さで、うわ、手乗りバス。すごい、あの速さでしっかり食ってる。絶対でかいと思ったのに。エビソンの一番基本的なというか、このアクションをするために作ったのがエビソンっていう使い方を紹介します。アクション方法なんですけど、まあ、大体岸とか足とか、まあ、護岸とかに投げてもらって、投げてもらってトゥイッチ、軽いトゥイッチ、チョン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 ってやってあげて、本当にエビが逃げる、あの小エビがピョンピョンピョンって跳ねる、ピョンピョンピョンと跳ねる、あのアクションを一番イメージしてもらえれば簡単かなと思います。まあ、とりあえずまあ投げてあげて、まあ簡単に言うと本当トゥイッチ、チョン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 、本当これだけ。もう本当に皆さんが今まで見てきたエビのあの逃げるアクション、エビが食われる時にこうキックして逃げるアクションをそのまま頭の中でイメージしているのをエビソンでやっていただければ一番イメージしやすいかなと思います。本当に投げてチョン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 、このチョンチョンはもう本当にその場その場、いろんな状況があると思うんで、その場その場に合わせて、緩急をつけてやったりだとか、ちょっと強めにしてやったりだとか、軽くしてやったりだとか、そういうふうに状況に合わせてこのチョンチョンは、その場その場で変えてやる、もうただそれだけ。あまりそんな難しいことは考えず、とにかく投げてちょっとずつ沈んでくんで、ネイル入れてるんで、まあ、それを見ながら本当にエビの逃げるアクションをちょんちょん演出してやる。ただただ一定でちょんちょんちょんとか、ちょん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 とかって一定でしてもらうのもありなんですけど、でも本物のエビはなんて言うんだろう、不規則に、例えばチョンチョチョンチョンとかって本当にエビが逃げるアクションをイメージして使ってもらえれば、多分おのずとそういうアクションになってくるんじゃないかなと思います。で、使う層に関してなんですけど、トップウォーターからサーフェイス、だいたい水深にすると、20センチ30センチまでぐらいのより上で使うのが基本的な使い方になるでなります。なので、ネイルなんですが、まずネイルは 0.2 から 0.6 で、このスイベルがあるかないかで重さが変わっちゃうんで、スイベルありの状態だとしたら、僕が一番使う基本的なセッティングは 0.2g か 0.3g、 そのぐらいのセッティングにしてあげると、だいたいフォール速度が本当にもう 0.2 だと、もうほぼ水と馴染むぐらい、もう落ちてんの落ちてないのぐらい、落ち方によっちゃもう浮くぐらい、もうサスペンドのセッティングになります。なんでそのぐらいキワキワを攻めるかっていうと、本物のエビがそうだからっていうのが僕的な結論で、本物のエビもだいたい水中にふわーって浮いてるのを多分見かけたことがある人は結構いると思います。そんな感じでエビはっていうか、水中のものはほぼ全て水と同じ比重をしているので浮くんです。それを表現するためのエラストマーってことで、エラストマー使ってます。アクションをかけた時に、トゥイッチした時に、トゥイッチした後ふわーってなるんですよ。この間をすごい大事にしてほしくて、例えば足に、こっちが足だとしたら足に投げます。投げてちょっと沖に杭があったとすると、ここでピョンピョンってアクションで食わなかったとしても、沖に杭があったとしたら一瞬ここで止めてあげたりとかすると、杭についてるバスが気づいて寄ってきて、寄ってきた瞬間にピョンと動かしてバイトさせたりとか、そういう緩急をつけれるのも、このエビソンのいいところになってますんで、そういう感じで使ってもらえばなと思います。なんでまずそういうアクションにしたのっていうと、エビのエスケープアクションがそういうこういう跳ねるアクション、キックバックのアクションなんですけど、逃げるっていうのが大事で、すごくやっぱり捕食者とか、まあ、魚もそうなんですけど、チーターだったりとか、まあ、人間もそうですけど、逃げるものを追いたくなるんですね、やっぱ捕食者って。ということで、そういうエスケープアクション、エビの中でもエビの歩くアクションとか、ね、落ちるアクションとかじゃなくてエスケープアクションにしたのは、そこが理由で、ナーバスなバスでも別に
餌を求めてないバスがいたとしても、逆に餌を求めてるバスがいたとしても、やっぱり逃げるものがあるとどうしても追いたくなる、スイッチが入る、そしてバイトに至るっていう習性がバスにあるので、そこを刺激するために、作ったのがこのエビストンになるので、この基本的な使い方を基準に使ってもらえればなと思います。エビストンの応用的な使い方を2つとりあえず紹介したいと思います。これは多分ネイルの重さによって使い分けてほしいんですけど、さっき言った基本的な使い方は 0.2g から 0.6g ぐらいなんですけど、ここからはちょっとネイルを重ためにして 0.6 の場合、 0.9 の場合を説明したいと思います。 0.6 から 0.9 だとだいたいフォールスピードがちょっと速くなるので、速くなることによって中層やボトムを攻めるようになると。例えば中層だとしたら、中層まで行ったらそこから巻きながらシェイク、軽い巻きながらシェイク、まあ、ミドストのような感触でやってもらうと、軽く尻尾がピッ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 ってなりながら腕をピョン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 とさせて、本当にエビが漂っているようにこういう感じで中層をサーチできるようにもなる。投げてちょっと沈めて中層スイミング、普通にシェイクしながらで流してやると、エビソンがエビみたいにピッ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 って軽く曲がりながらスイミングさせられるんで、効率よく中層を探っていけると。でもう一つが、これも 0.6 から 0.9 ぐらいのちょっと重めの進化を使ってあげて、寝コリグみたいにもうボトムまで沈めてあげる。沈めてあげるとエビソンエラストマーなので、尻尾を下にしてもう上にバシッと立つようにエビが威嚇しているポーズみたいな感じで立つんで、それを普通にネコリグっぽく動かしてやる。ちょんちょんちょんでもいいですし、これがエラストマーでオフセットなので、強く動かしても針がずれなくて壊れないんですよ、バーム自体が。普通のワームだと思いっきり動かしたら、そりゃ針もずれてワーム自体も壊れる。で、障害物の 中なんかでこんな強い動きさせたら寝かかるんですよ。でもこのワームはエラストマーで、しかもオフセットっていうこともあって、障害物にもしエビソンの寝コリグを入れたとしても、普通にシェイクするのもいいし、ここだと思った瞬間にこう跳ねさせる、強く動かすことも可能なので、これはもうエビソンだから、このエラストマーでネイルを入れるシステムがある、エラストマーのエビソンだからできることなので、ぜひ試してほしい使い方です。で、そのネイルを入れるときに注意してほしいんですけど、なるべくネイルはお尻から入れてあげると。っていうのも、そういうトゥイッチを強くしたときに、じゃあこのネイルが入っている場合どっちに力がいくかっていうと、ネイルは下に下にって押すんですよね。押すことによって尖ってる方を下にしてあげると、ここを避けて、ネイルが出てってしまう場合があるので、できるだけネイルはお尻の部分から、お尻の方から、尖った部分じゃなくてお尻の方から入れてあげる。で、お尻でこう押すようにしてあげれば尖ってないので出にくいっていうことで。で、あとは重さですね。で、重さなんですけど、一応 0.9 以内が範囲内ってなってるんですけど、やっぱ重ければ重い分やっぱ力がかかっちゃうので、避けたりネイル自体が大きすぎて出てったりしてしまうことがあるので、 0.9 以上、 0.9 とか 1.3 とか、ね、まさかの 2g とか入れる場合はもう完全にそれは自己責任でやっていただければなと思います。エビソンのカラーなんですけど、初回は8色、僕的な使い分けというか、もう簡単な使い分けなんですけど、僕がこの8色を、分けるとしたら、だいたいパッと分けると、こんな感じでこの2種類に分別できるかなと思います。これはこっちが、リアルで、ナチュラルカラー、天候が晴れだったりとか、よりエビに見せたい時に使うカラーがこっちで、逆にこっちはシルエットカラ
天候が曇りとか雨とか、もっとバスが、活性が良くて見つければ食う、バスに見つけさせたい時に使うカラーがこっちになります。でこんな感じで、一応全部エビに模したカラーになってますんで、もちろんその地区その地区特有のエビに合わせたカラーを使ってもらうのもありです。こんなカラーとかは、結構カエルとか、逆にこっちかこっちのカラーとか虫とか、そういった感じで応用を効かせて使ってもらえたらなと思います。こうやって揉んであげると奥の奥まで行くんで揉んであげてください。でしっかり下まで入れるように。 OK、ロッドは今の既存のブルートレックだと61の UL プラスか61の L、 僕は61の UL プラスでやってます。で2500番から3000番ぐらいの、スピニングリールに、で基本 PE です。で PE は08から 1.25 でリーダーを組んであげて、リーダーはフロロの、8ポンドから、12から14の太めで組んでほしいなと思います。でできるだけ、PE は飛距離を出すために細くしてあげるだけであって、カバーでかけてるのでできるだけ太く、まあ基本1号で、リーダーも基本10ポンド以上って考えてもらえばなと思います。このエビソンのいいところなんですけど、水面にできらないやつも出せるところ。例えば普通のトップウォーターだけだと、例えばこういう波とか風があると少々きついんですよ。正直表層でありながら水に沈んでるんで、魚からもしっかり見えるし、風があってもこう水を押すんで、エビソンは背中でしっかりエビのように水を蹴って自分はここにいるよっていう風にアピールしてくれるんで、どんなに風があったとしてもちょっと沖でもバスをしっかり呼んでバイトまでつなげてくれるっていう、それはもうエビソン特有の、エビソンだけのいいところ。このモアンモアンっていう波紋がいい。これがバス寄せるし、スイッチ入れさせる。やっぱり僕的なおすすめのやっぱグラムというかセッティングはやっぱ 0.2 か 0.3、 スイベルある状態だったら 0.2 が僕は一番エビに近いのは 0.2 っていうのも、例えば木の枝とか杭とかああいう草とかに沿わせると、ちょっとでももう手とかが触れるとそこでストップするんですよ。もうサスペンドするんですよ。そのぐらいエビ本来と同じ比重を出してくれるんで、もうバスはそれだけでスイッチが入っちゃう。しかも動きもこんなエビっぽく俊敏に動いてくれるから、見たバス見たバスみんな見に来てくれるし、こう自分で動かせるから、もし見えた時でも仕掛けられる自分で。そう、自分でそうやって操作も楽しめるしバスも釣れるっていう、楽しんでほしいですね、エビソンを操作するの。よし、いきなり来た。シャイビソン、うん、かわいいけど、かわいいけど、ありがとう。いい、エビソン、びっくりした。新感覚エビソン、楽しい。